ここでは XY の二次式の因数分解その2について一緒に勉強していきます。今回のような問題を攻略するためにはどうすればいいか確認していきましょう。で、今回やるのはですね、ここがその1ってなってる動画の続きです。もっと複雑なバージョンなんですね。じゃあその1の動画といって何が違うかっていうと、2点あってですね、まず1つ目は次数の低い文字について整理しようと。これについてはもうやってますね。次数の低い文字について、文字がいっぱいあったら次数の低い文字について整理したらやりやすくなるよと。で、次数が同じならどれでも OK っていうのはここまでやってきてますよね。もう一つ、 X2 乗の係数が1じゃないパターンっていうのもあるんですね。ここ今までここが 1X2 乗やったんですけど、こういうふうに 2X2 乗でテストに出てくる場合もあるよと。それにもなるよっていう、この2点ですね。じゃあ深く見ていきましょう。まず1点目のこの次数の低い文字について整理しようですが、ここはこれまで何回もやってきてるんでね、実は あっさりクリアできるかと思います。例えばこの問題見た時に僕らは何を考えたらいいかというと、うわ文字いっぱいあるなと、こういう時は次数の低い文字について整理だなと。 X は2乗まである、 Y も2乗まである、同点だなということは、まあ、X について整理しようと。 X について整理するっていうのは、ほにゃ X2 乗足すほにゃ X 足すほにゃっていう形にするんでしたね。まあ、もちろん Y について整理してもいいんですが、今回 Y の係数がマイナス2であるんでね、ちょっとややこしくなりそうなんで、もう X について整理します。じゃあそうするとどうなるかというと、 X の2乗はこれしかないんでこれ、そして X の1乗チームはどれかというと、このマイナス XY とマイナス 3X ですね。だからこれをプラスホニャ X っていう形にすると、まあまあ後々分かりやすいかなと。こういう風にくくればこうですね。マイナス Y 引く3と。で、残った引く 2Y 2乗足す 3Y 足す2。この3つは X がないチームですね。これが X について、次数の低い文字について整理するっていうことです。で、この後どうするかっていうと、ここですね。マイナスでくくると因数分解が見やすくなるんですね。つまりこの部分、これまだ因数分解できるじゃないかと。因数分解できますよね。こういうふうに次数の低い文字について整理したらね、この X を含まないチームが因数分解できるっていうことがよくよくあるんです。そしたらここはたすきがけの因数分解なんで、展開を想像しないとダメですね。ここかけてマイナス2なので、1かけるマイナス2、もしくはマイナス1かける2のどっちかだなと。で、マイナス3が出てきてくれるためにはどうしたらいいかっていうと、ここがマイナス2でここがプラス1やったらいいですよね。この辺は展開を想像してちゃんと見極めようっていうところです。じゃあこの形見てください。これその1で出た形そのままですよね。だからもうここからはその1でやったことと全く一緒です。これも展開を想像するんですが、まあ、前回しっかり練習した人にとっては結構楽勝なパターンですね、これは。というのも、かけてマイナスなので、マイナスの 2y 足す1、書きましょうか、ちゃんと。よいしょ。マイナスの 2y 足す1かけるプラスの y 引く2か、プラスの 2y 足す1かけるマイナスの y 引く2のどっちかなんですが、この中を見たらマイナス y があるんですね。マイナス y が出てきてくれる組み合わせっていうのはこっちなんですね。だってここがマイナス 2y でここがプラスの y だから。だからもうこれで決定するので、引くの 2y 足す1と足すの y 引く2っていう風になるんですね。であとは中の小括弧を外せば完了と。これで答えっていうことなんですね。だ今回その2で学ぶ第1点は、次数の低い文字について整理しようと。そしたらその1のパターンと同じになるからと。その1のパターンと同じになれば、あとはできるよねっていうようなところですね。OK でしょうか。次、じゃあここで学ぶもう1点のところは、X2 乗の係数が1じゃないパターンっていうのもあるんですね。こういう感じで。こういう時はもっとややこしくなるんでね、この文字式の因数分解の基本パターン、の X2 乗の係数をね、2にして、これの因数分解がまずできるかどうか、そこから確認しましょう。まずこの因数分解ですが、どうするかっていうと、かけて 2x2 乗やから、2x と x っていう風に因数分解できるな。
前の部分はできるなっていうのが見極められますよね。展開して 2x2 乗にならなあかんからと。で、あとはいつもと一緒です。後ろ、ここ見たら、かけて pq っていうことは、プラス p かけるプラスの q か、マイナスの p かけるマイナスの q のどっちかだよと。で、ここを中見るんです。展開したときに、p 足す 2q が出てこなダメなんですね。p 足す 2q が出てこなダメっていうことは、ここにプラスの q がないとダメですよね。だって展開した時に 2x2 乗、その次 2qx っていうふうにこういきますから。2qx っていうふうにこういくから。だからここが q やないと。で、こっちが p だねと。そしたら px が出ますもんね。だからこれで px と 2qx が出てきてくれる。で、これで完了。っていうふうに考えるんですね。OK でしょうか。次、下側これいきましょう。2行目です。2x2 乗、マイナスの括弧 2p 足す qx 足す pq と。これもややこしそうに見えますが、このマイナスがあるときは、プラスにして、このマイナスを中にしまい込むっていうのをやればいいっていう話をしましたよね。こういう風にしたらいいよと。そしたら見やすくなるからっていう話をしました。そしてあとは考え方一緒です。2xx です。で、何かけたらマイナス 2p 出てくるかなと。ということで、ここがマイナスの 2p ですね。あ、ごめんなさい、マイナスの p ですね。そしたら、これがマイナスの 2p になってくれるから。で、こっちがマイナスの q ですね。そしたら、ここでマイナスの 9x になってくれるからと。これで因数分解が完了するっていうところです。OK でしょうか。結局、ここに2がついたらどうなるかっていうと、若干、この展開の想像がややこしくなるよっていうところなんですね。次も行きましょう。やっぱりかけて 2x2 乗なんで 2x と x とできるなっていうところです。そして次は、かけてマイナスの pq っていうことは、かけてマイナスの pq っていうことは、マイナスの p かける q か、p かけるマイナスの q しかダメなんですね。じゃあ、展開した時にどっちがマイナスの 2q が出て、どっちが p が出てくれるかなっていうと、マイナスの 2q が出てきてほしいんやから、ここがマイナスの q ですね。で、ここがプラスの p やと。そしたらマイナスの 2q とプラスの px 出てきてくれますもんね。これで完了すると。OK でしょうか。じゃあラスト行きましょう。ラスト、これもややこしそうですが、まず、後ろがマイナス pq なので組み合わせは一緒ですね。そして、ここは、プラスにしたらマイナス 2p 足す q ですね。マイナスの 2p 足す q。マイナスの 2p が出てきてくれないとダメだと。じゃあどうしたらいいかっていうと、もう 2xx は決定で、マイナスの 2p が出てきてほしいっていうことは、こっちがマイナス p でこっちがプラスの q。やったら、こういうふうに出てきてくれますよね。展開想像したら出てきてくれると。だからこれで OK だなと。この2乗のね、係数が2の時とか、こういうふうに少しややこしくなるよっていうところなんですね。じゃあ、この2乗の係数が1じゃなくて2で、ね、この上のパターンみたいな時どうしたらいいか見ていきましょう。やっぱり字数の低い文字について整理します。ということは 2x の2乗。そしてプラスの、マイナスの 5y 足す 3x ですね。これは x1 乗を含むチームです。そして、含まないチーム、X を含まないチームっていうふうに分けます。で、この含まないチームは因数分解できることが非常に多いんですね。実際今回の問題も確かめてみると、2Y と Y。で、かけて1なんで 1×1。で、ここがマイナスなんでもうマイナス1、マイナス1ですね。実際展開したらこうなります。そして、ここからですね。ここが 2X2 乗やから、2x と x ってできるなと考えます。そしてその次ですね。ここがかけてプラスなので、プラスの 2y-1 かけるプラスの y-1 か、もしくはマイナスの 2y-1 かけるマイナスの y-1 のどっちかですね。ただ、ここ見てください。そしてここにマイナスの 5y 足す3っていうふうにマイナスの 5y があります。ということはもうこのプラスっていうのはありえないですね。これは消えると。こっちが決定だと。じゃあ、これのどっちにこの2倍をしてあげないとあかんか。マイナス 5y が出てきてほしいんですね。マイナス 5y が出てきてくれるためには、この
2x とかけるのはこっちじゃないとダメですよね。こっちじゃないとマイナス 5y までたどり着かないから、ここ展開するからこそマイナス 4y になって、でこっち側でマイナスの y-1 があって、ここでのマイナス y で合わさってマイナス 5y が出てきてくれるんですね。もしって思うんやったら反対にして展開してみてください。マイナスの 5y たす3にはならないですもんね。だからこうする必要があるよと。そしてあとはこのね小括弧を外すと、で完了っていう流れですね。 OK でしょうか。やっぱりややこしいのはここですね。ここ結構頭でやっちゃいましたが、もし自信ない人はね、もう両パターン書いたらいいと思います。つまりこっちにならないパターンは 2x のこうか、 2y-1 と x の y-1 ですね。これを展開した時にですね、やはりマイナス 5y までいかないですよね。計算していただければわかると思いますが、ここでマイナスの 2y、 マイナスの 2y-2 になって、ここですね、マイナス 2y 足す2か、ごめんなさい。そしてここでマイナス 2y 足す1になるんで、マイナスの 4y 足す3になっちゃいますもんね。だこうはならないと。やはりこっちしかダメなんですね。 OK でしょうか。じゃあ以上を踏まえてですね、この練習問題やっていきましょう。もうこの字数の低い文字について整理するっていうところはね、きっと大丈夫やと思うんで、もうさらっと確認するだけにしましょう。まあ、注目点としては、まずこれを字数の低いね、低いというか今回同じなんで、また X について整理してますが、この X を含むチームをまとめるときにですね、やっぱプラス、括弧のマイナスでやってます。これは後で見やすいかなと思ってのことです。で、含まないチームがマイナスの 2y2 乗足す y 足す6なんですが、これは因数分解するときに見やすくするためにマイナス括弧っていうふうに3行目でしてます。もちろん慣れてる人はね、もうすっ飛ばしていきなり3行目でも全然いいと思います。で、こっからですね、この余ったやつで因数分解ができるよと。かけて 2y2 乗なんで 2y と y です。で、ここがややこしいですね。かけて6やから、ね、1×6 と 2×3 があって、さらにプラマイも考えなあかんと。で、ここでマイナス2が出てきてほしいんやから、もうここはこれしかないですね。こうすればマイナス4とプラス3でマイナス y になってくれますと。これでここまで行きました。ここまで行けば前回のこのその1パターンと一緒ですね。だからあとはここがマイナス y-5 になってきてなってくれる組み合わせを考えないとダメだと。そしたらこのね 2y の方にマイナスをつければマイナス y になってくれるんで、こうですね。そしてこうですと。OK でしょうか。あとはこの小括弧外せばこういう風になるっていうところですね。だから字数の整理さえできればその1と全く一緒なんでね、もうここではこれぐらいのペースで紹介しています。こっからですね、ややこしいの括弧に、これも字数の低い文字について整理するんですが、 x2 乗に2がついている時点で結構もうややこしくなるやろうなという覚悟はしてます。で、マイナスでね、ここもくくって、そしてこの中がどう因数分解できるかというと 3y2 乗なんで 3y と y ですね。でかけてプラス3ということは、まあ、1×3 しかないな。でマイナスっていうことはこれでマイナス 10y は出てきてくれますよね。でこっからですね、ややこしいのはかけてマイナスで、そして y 足す5が出てきてほしいです。でまずこの後ろの積に注目したときに、考えうる可能性はマイナス 3y-1 かける y-3 かプラスの 3y-1 かけるマイナスの y-3 になりますよね。でどっちに2をかけたらプラス y が出てきてくれるやろと。こっちを2倍したらいいんか、こっちを2倍したらいいんかみたいに考えていくんですね。そうした場合、ここに2倍をしたら、で、こっち1倍にしたら、これが 3y-1 になって、そして、まあ、ここ、ね、展開相の時は足すに変わるんで、足すで考えると、マイナスの 2y 足す6になって、これ計算したら y 足す5になってくれますよね。
あ、目指してる y たす5になってくれると。つまりこのマイナスの y-3 に2をかけたらいいっていうことがわかるんです。マイナスの y-3 に2をかけたらいいと。じゃあこの2はマイナスの y-3 にこう展開するときにかければいいんやから、こっちにマイナスの y-3 になるんですね。でこっち側はその片割れの 3y-1 になると。こういうふうにして発見するんですね。であとはもう小括弧外して完了するっていう流れです。やっぱりややこしいのはここの流れやと思うんですが、これは絶対に聞くよりももう自分でいろんなパターン考えてやっていくうちに早く見つけられるようになるんでね、ぜひぜひご自身で試してみてください。括弧3も行きましょう。同じですね。もう x 次数の低い文字について整理するよと。で次数の低い文字について整理したときに、今回はこの余りのここがですね、y2 乗引く1になってるんで、y+1、y引く1みたいな、ちょっとさっきよりは少しシンプルな形になってくれる時もあるんですね。そういうのも練習しとこうというところです。多分根っこの考え方は全く一緒です。かけて 2x2 乗やから 2x と x です。で、マイナスの y+1 かける y引く1なのか、y+1 かけるマイナスの y引く1なのか、どっちかなと。で、どっちを2倍したらちゃんとマイナス y+3 になってくれるかなっていうことを考えるんですね。もしも上のパターンやったとしたら、こっち2倍してこっちが1倍じゃないとマイナスの y は出てきてくれないですよね。マイナス 2y にせなダメやねんからと。でこれを計算したらどうなるかっていうと、マイナスの y 引く3になって惜しいんですね。ここプラスの3じゃないとダメだと。これダメだ。じゃあ下やったらどうか。下やったらこっちが2倍でこっちが1倍やったら y 足す1とマイナスの 2y 足す2なんですね。これ計算したらマイナスの y 足す3だと。じゃあこっちでいけるやんかと。つまりこれだなと。だから2はこのマイナスの y 引く1にかかるようにせなあかんから、こっちですね。こういう風にしないとダメと。でこっち側は足すの y 足す1ですね。あとは小括弧を外せばこういう風になるよっていう流れです。はい、ということでここでは XY の二次式の因数分解その2について勉強しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。まあ、とにかくここで紹介したことは、次数の低い文字について整理しようと。で X2 乗の係数が1じゃないパターンに慣れようなんですね。慣れよう、慣れようっていうことは聞くだけじゃやっぱり難しいと思います。自分で手をいっぱい動かして動かして、そのうちにねできるようになると思います。あとは自分でもノーヒントで再現できるように、今回の問題や類題しっかり練習しておきましょう。